クリスティア・ジョンソンく僕の中で炎が燃えているよ、今。<laughs> 俺は右手が炎で包まれたんだ。危険のトマだぜ。<laughs> クリスティア・ジョンソンん、君は絶対にジュノンボーイコンテストに出場できるさ。まあ、出場はできると思うけど、僕たちは優勝を願っているよ。なぜなら、KO ボーイくんも応援してるから君のこと。KO ボーイくん、君に憧れてるんだよ。 分かってあげなよ。ね。あのー、なんかね、こう、連鎖があるよねあ。あの、そういうね。で、なんだろう。本当に、うん、僕ら、ゆとり世代が、亡き人を広めていかないと。誰が広めるんだ、ということです。 クリスティーナ君クはクリスティーナ君クの夢に向かって、次男ボイコンですと優勝を目指す。気を覚える君旗は旗や勉強を頑張る。俺はオナキンを広める。そういう役目って、会社なんだよね。一つの。うん。会社じゃないんだけど、会社になっちゃってるんだよね、もうね。俺たちは。うん。上司と部下。後輩と先輩。<laughs> 僕はそんな偉くないよ。てか、 俺、頭悪い。だけども、伝えることは喋れるからできるわけさ。うん。会社だよね、背景はね。うん。オーナーコーポレーションなんつってね。海馬セットのあの、ね、海馬コーポレーションのパクリじゃないですけど。ふ、ね、っ、<laughs> 汚い遊戯。つってね。トあ、似てないけどね。セト下から上を見上げるようにね。で、瀬トは上から下ね。 下から上、上から下。まさに、長州と小川のように、ね、う上から下、にらみつけております。99年。世紀末のサウンド下、ね。でね、あの、僕も、あのー、コンテナにけ、あの、煙突から煙が出たらね、それは、みんなを避難させますよ。避難訓練。うん。そうした場合にはもう、ああ、もうチンコは行かれてきてるな、みたいな。ちょっと意味わかんないけど。だから、工場の中で3人が働いてるような感じ。うん、この人は、この人あの、 役割を目指す。この人はこの人の夢を、ええー、傍ら、ええー、一日を過ごすと。で、こっちは傍たら、スマートフォンに向けてひ人ひたすら喋り続ける。ですから、女コーポレーション、立ち上げられないですかね、社長。あんなこと言ってるんじゃねえよ。クソガキどもが。 俺を、誰だと思ってやがるんだガキおい白ひげ立たせれ立たせろよせろおっさんなんだガキあんた、言ったよな俺たちとマルコと、エース、エーサーもいねえけど、一番隊隊長争んじゃなかったのはこれから。 何をほざいて、なんだー <laughs> うわ出たぜ出たぜ出たぜ地響きお。おい、あんた。あんたあれだろ逆崎に貫けたら、貫かれるないでねえのかよ。そんなはずはない。エドワード系は、無敵なのだからな。<laughs> <laughs> マルコさん出るって言ってますよ今回、オナキン選手権に。 いいんですかほっといて。勝手に。いつもこれだ。だから信じられないんだぜ、俺は。はあ、まあ、こんなこと言っておりますけれども、あのー、やっぱりね、あのー、僕たちガキですけれども、またね。 ガキはガキなり20代をね、楽しもうじゃないかと。あの頃は10代でした。いや、1桁でした。ね。おしそのエルギャラが庭先でこう、ふ佇んでサングラスかけて、後ろに俺たちの仲間がいたわけですよ、俺たちは。be here now. 今俺たちはここにいるんだ。日本にいるんだ。じゃあ日本地図を広げたらどこにいるかたや大阪。かたや東京ですかうん。 方やどこでしょうね。そんなことは気にしてられません。です、が、ね、ですが、あの、目覚ましテレビのカルビ様、です、が、ではなくて、これは単純に、そういう僕は感じでこう見てるんですよ、最近ね、こう。 あの、会社のコミトリスを、こう、っ取って、こう、広げてみたら、地図みたいな感じでね、ここに上層部、ここに下級のやつがいて、下に、クリスティーナくんとか、キヨオボーイくんがいて、僕はもう年上、ちょっと年上だからもう、ちょっと上ね。うん、ごめんね。だけども、あんたら方は会社だと思わなくていいですよ。僕は会社だと思ってます。なんかね、チームワークがなんかちょっと、出てきたなと。 思いました。で、k o ボ o y くんもよく、あのクリ、あのクリスティーナくんのこと言、い言われてくるんですけど、言っていただけるんですけど、あの、言ってくださるんですけどよく、あのクリスティーナくんを応援してるとか、クリスティーナくんに、僕は慶応ボーイくんはクリスティーナくんに憧れてると思ってます。はい。あのー、なんかね、こう、クリスティーナくんを気にしてくれてるなと。うん。だから、 そういう、なんか、なんだろう。う役割分担うん。あの、本部から言われてますけど、僕は、もしクリスティーナ君がジノンボイコンセト優勝して、もしテレビに出ちゃったら、お前は下に下がるからなって言われてるんですよ。<laughs> お前は、あの、キ用ーボイ君を下にするからなって言われてるんですよ。<laughs> うん。そりゃ嫌だって言ったんですよ。うん。うん もう後輩の、後輩だったらいいか。後輩じゃなくて、あの、年下くんですね。はい。だから、僕は別に一番したいなっても構わないんです。ね。それは命令ですから、上からの。だけど、モナッキンを伝えていくことは続けたいと思います。はい、うん。なぜなら僕は97年にコールから、まさかね、すぐ行っちゃうとは思いませんでしたけど、コールから。 土手に寝そべってたとき、近くに湖があったと言われたんですよ。俺と二人でコールが寝そべってね。コールに。俺、ちょうどね、その時8歳ぐらいだったんでね。まだガキだったんで。小学校2年生ぐらいだから。その時に、コールにね。あ、キノピオもいた。端にね。その時に。<laughs> ここの町はいい町だって言って、最初ね。なんか風がね、 懐かしい。こんな緑の芝生がこんなとこにあるのかつってね。お前はいいとこに住んでるなって言われたんですよ。で、見渡すと学校も見えるし、向こうには池もあるし。お前は、これから不士はないかもなって言われてね。それで、その後ちょっとな、てんてんてんって話が途切れて、その後に、この、 今、オナキン選手権ってやってるだろうって。で、この未来に、オナキン選手権を受け継いでくれる奴は、おそらくいないだろうなってぼやいてたんですけど。なんか、俺と、キノピオのどっちかが継いでくれたら嬉しいな、と言ってましたね。やっぱり。うん。とキノピオはちょっと冗談でね、ふざけんにゃんやつしわけねえだろって言ってましたけど、うん。そっちはマリオテレビがありましたから。 こっちは、高が、高が、ただの小学生でしたから、ランドセルショってね、ルン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 みんなで、で、陶芸校の時、あの、あの、通りすがいの車にチンポコ出してね、後輩と一緒にギラ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 笑ってた。人間ですから、僕はね。うん。で、グローブのフェイスとかを歌ってね、鏡に映ったチンコとマンゴがとかってね、変な歌を歌ってそれで、あの、そういうガキでしたから、まあその時ね、そべって三人でね、川の、川の字で。 コールがね、僕の方向いて、やっぱね、あの、お前じゃ無理だろうなって言ったんですよ。ガキには無理だって。俺ガキじゃねえよ、これ。やら、何がガキだって言ったんですよ。そしたら、そう。あの、僕もこんなのやるとは思わなかったな。うん。まさかね、でも、うん 2005年に YouTube っていうのが出てきたときは、これまぐれかと思ったよね。うん。え、本当にこうのが出てくるんだって。こういう自分でテレビやる時日が来るんだってね。うん、ああいう竹脇きみたいに、雪かきンはじめ社長みたいにさ。あんな、ゆとり世代がテレビなんかできないと思ってたんですよ、もうね。あの、スカウトされなければね。そう。テレビじゃないけどね、これね。本当の。 うん、変なテレビだけど、変なテレビっておかしい。コールに言われたことは今でも覚えてます。あのね。